1900年パリオリンピックのラグビー競技はパリで行われた。1900年パリオリンピックで行われたラグビーユニオンの試合は10月14日と10月28日に開催された。3カ国から47人の選手が出場した。主に FC1880 フランクフルトから代表として出場したフランス。 ドイツとモーズリー・ワンダラーズから代表として出場したイギリスがオリンピックにおける初のラグビー競技に参加した。試合は2試合のみ行われ、フランスはドイツとイギリスの両方と対決し、共にフランスが勝利資金メダルを獲得した。ドイツとイギリスが銀メダルを獲得し、銅メダルは授与されなかった。10月14日に行われたフランス対ドイツの試合前半。 フランスはエミール・セレイドによりトライとコンバージョンを記録した。ドイツはハイン・リ・ヒライツとオーガスト・シュマイラーがトライを記録し、さらに2回のコンバージョンと1回のドロップゴールを成功させた。オリンピックのスコアリングルールによりドイツが14の子でリードした。後半は大きく異なり、セレイドがさらに2回トライし、アンドレ・ローズベルトも2回、フランス・ライヘルとエイアル・ベルトは それぞれ1回トライをした。さらに2回のコンバージョンが決まり、フランスのスコアは計27点になった。一方でドイツはルートビヒによる1トライのみで、フランスが27、17で勝利した。イギリスは前半で得点することができず、フランスはドイツ戦の後半で経験した、集中得点を続けた。セレイドは2回トライし、今大会の通算トライは5回になった。 ヨゼフ・オリビエ、ジーン・コヤス、ジーン、ガイ・ゴーティも、それぞれ1回トライを決めた。コンバージョンはなかったが、アンドレ・リシャマンが2度ペナルティを決め、合計21点となった。後半にはイギリスは8-6でフランスより多く、得点をしたが、追いつくチャンスは、ほとんどなかった。ヨゼフ・ウォレスがトライを決め、J ・ヘンリー・バートルズが、 コンバージョンとペナルティを決めた。ライフェルが大会2回目のトライを決め、レオン・ビノッシュが1回トライを決め、フランスが27-8で勝利した。ロイターの報告によると、イギリスの選手たちは試合の日の朝にパリに到着したため、その敗北の原因はそれによる疲労が一部にあったと思われる。1万人のファンがこの試合を観戦した。イギリス代表同様銀メダルを獲得した。 ドイツ代表、ありがとうございます。